こんにちはレトスののです今回なんですけれども6月からの勉強法その1ということで今回は教材どのような教材を使ったらいいのかまたどのような意識で勉強していったらいいのかで実際どのような行動をとっていったらいいのかっていう3つに絞って解説していこうと思います。まあ、個別具体的な解説っっていうのは、まあ、ちょっとすするんですけれども ちょっっと抽象的なな話になってしまいまいすただすすごく重要なな内容なんですねで実際私は一つ一つの問題に対して、えー、解説したりとかしているんですけれども、まあ、結局それを一つ一つ潰していくっていうのって、まあ、正直時間かかるわけですしまたそれを動画で見て勉強するってすごく非効率なんですよねそれをあなた自身が自分自身でできるようになったら私の動画も見る必要ないわけですよ でそうするとすごくどん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 なのでそういった意味ではすごく有益な動画だと思いますんでぜひ最後までご覧ください。でまずなんですけれども、まあ、教材ですね、まあ、どのような教材使っていったらいいのかというとこれはもう問題集基本的には問題集を中心に勉強していってわからない部分を参考書とかで調べるというふうに問題集を中心に勉強はしていってください。 まあ多くの方がですねじゃあこれから勉強始めようってなった時に参考書いわゆるテキストから読み始めるんですよでそうなってくるともう正直時間がないんですね間に合わないですなので効率よく勉強していくためには問題を見ながら参考書で確認をしていくみたいな感じで進めていく方がもう効率的なんですねぜひそのやり方で進めていきましょうじゃあどんな問題集がいいのかって話なんですけども、まあ、できるだけ解説が 詳しい問題集使った方がいいですまあどこの教材とは言わないんですけれども解説がすごく薄いものってあるんですよで、そういう教材だと結局はもう丸暗記学習になっちゃうんですね後でもお伝えするんですけれども丸暗記で勉強して合格できる資格じゃないんですね丸暗記している方っていうのは過去問とか予想模試の点数は上がってきます八割以上取れるようになるでしょうでも実際本試験になった時 まあ合格点から1問2問落としてしまって不合格みたいな感じになっちゃうんですねでその原因っていうのはもうやっぱり日頃の勉強の仕方が悪かったつまり丸暗記で勉強してきたこれが原因なんですよ。これが治らないともういつまでたっても落ち続ける勉強しても実力が上がらないってなっちゃうんですね。たただ今言ったように 勉強すれば過去問の点数は上がる模試の点数は上がるだから実力がついているっていうふうに錯覚しちゃうんですねここが厄介なんですよ自分自身をちゃんと見れないんですよねもう大丈夫だろう合格できるだろうって思っちゃうなので過去問の点数とか予想模試の点数ではあまり判断をしない方がいいですそれよりも自分自身がどんな勉強をしてきたのかここを確認した方がいいです そうすれば合格できるかできないかっていうのはあとはもう勉強量にかかってくるんですよ勉強のやり方が正しくてでさらに勉強量をこなしていれば合格ってできるんですねつまり勉強の質と勉強の量これを同時に上げることができれば合格はできますなのでそこを見てほしいんですねでまあ勉強量っていうのはもう簡単ですまあ最低でも過去問10年分はやりましょう、まあ、その他予想もしもできるだけたくさんやっていく で問題なのは勉強の質なんですよ。で、この勉強の質が今お話ししている内容になってくるんですね。で、教材は今言ったように、できるだけ解説が細かい問題集を使いましょう。で、その教材を使って勉強するにあたっての意識なんですけれども、意識の持ち方ですね。それって、理解しているかっていうものを自分自身でやっぱ問いかけてほしいんです。で、まあ、これもね、ちょっと難しい話になるんですけども、 過去問を分析して丸丸暗暗記記ででいいいいものはもう丸暗記でいいんですこの理理理解解解すすすべべきき問題はしして欲しいんですねなのでこの区別をつけていかないといけないっていうのがもうちょっと難しい作業になってくるんですけどもすごく分かりやすい具体例で言うと数字関係例えば何週間以内にとかあと罰金何百万円とかそういった数字に関する内容についてはもうこれはもう丸暗記で問題ございません。 丸暗記するにあたって語呂合わせを使ってもいいですしもうそのまま何かも復習して丸暗記でも全然問題ございませんで一方で理解すべき部分これを丸暗記でやっちゃうと実力が上がりませんよ本試験で、えー、合格点取るのが難しくなりますよっていう話ですでなぜかというと本試験っってやっぱり緊張すするんですよもう公開模試とかありますよね公開模試とかの緊張のレベルとはもう全く違うんです本試験って 私はこれまで、えー、いわゆる本試験たくさん受けてきました高校受験大学受験その他資格の試験もうちょっと数えきれないぐらい受けてきたんですけどもそれでも慣れないんですよ本試験の時ってやっぱり緊張します試験会場に着いてから私はいつも3回お手洗い行くんですねもうそれぐらいいつも緊張しちゃうんですなので本試験の時ってもう丸暗記した内容って意外と忘れちゃうんですよ頭が真っ白になっちゃうんですね でも一方で理解している部分っていうのは問題文から答えを自分自身で導けるので点数取れるんですよ知ってるか知らないかの問題じゃなくてもう問題文がヒントになってるんですねその問題文を見てあこうこうこうだからこうだあだから答えこうだみたいな感じで自分自身で答えを導けるんで点数取りやすいんですこういった勉強をしていると1回で大体の資格って合格できるんですよなので理解をしてくださいっていうふうにお伝えをしているんですね ちょっと一つ具体例を出すと、こちらの図を見ていただきたいんですが、まあ、A さんが未成年者の人と土地の売買契約を締結しました。売り主は未成年者です。この土地の売り主は未成年者です。で、こういった問題が出た時に、えー、たまに考える人がいるんですけども、そもそも未成年者がこの土地持ってるってどういう状況って思う方いるんですよ。 ででももそれってて考えなくてもいいです問題文にそういう状況だって書いてあるんならもうそういういい状況があるってもう思ってて思ください実際弊社の個別指導の受講算でもやっぱこういう質問ってあるんですね実際こういうことあるんですかまああるんですけども実際本試験で出る内容ってあまりない事例が多いんですなぜかというと実際にある事例よく頻繁にある事例を問題で出してしまったらもう感覚で解けちゃうんですよ つまり法律知識が頭に入っていなくても常識的に考えてこうだよねって答え導けちゃうんですよでもそれって試験をやる意味がないじゃないですかだから実際ではあまりないような事例を出してくるんですだ今回もそうなんですよねまあ、実際どういった事例があるかって言ったら未成年者の親が亡くなっちゃって相続したっていう場合ですよ まあそういう場合はあるんですけども、まあ、とりあえずそういうことは考えなくてまずはもう未成年者が土地持っててそれをまあ A さんと売買契約をして売ったんだと、まあ、こういった事例を考えましょう A さんは未成年者に対して催をしましまた売買契約を締結した後に引き渡してくれませんかもう代金用意できてますんで引き渡してくれませんか催告をしましたでもこの未成年者格闘しませんつまり 未成年者はこの土地引き渡しますよとか何も言ってこないとこのような場合どうなりますかっていう問題が出るんですね今言った内容は私がちょっと言葉で言ってるのでそれがそのまま問題文で出てくるわけじゃないんですけどもまあ、こういった事例の問題が出てくるんですねじゃあこの場合どうなりますかこれっていうのは債国自体無効になるんですねでそれはなぜなのかっていう話なんですこの理由が頭に入っていると 関連ポイントも一緒に頭に入れることができて非常に効率的になるんですねまあ、今回ここ未成年者にしてるんですけども例えば青年非公権人の場合もあれば非保佐人とか非補助人の場合もあるんですよ今言った4つのパターンこれはもう退治して一緒に頭に入れていただきたいんですけどもまあ、今回はちょっと時間の関係もあるので未成年者のところだけお伝えすると未成年者っていうのはこういった債国を受ける権利自体がないんですね なので、債国自体無効ってなるんです。だから、格闘しなかったとしても、後でまだ取り消しはできるよっていう話なんです。で、関連ポイントで言えば、これ、成年非貢献人であってもルールは一緒なんですね。なので、ここが未成年者であろうが、成年非貢献人であろうが、結論は一緒なんだ。債国自体無効なんだ。これはもう一緒に頭に入れれますよね。で、その理由は、債国を受ける権利がそもそもないからって話なんです。 となってくると、じゃあ、非補佐人とか非補助人の場合はどうなのってなってくるわけですよね。で、まあ、今回はちょっとそっちは省略するんですけども、そういったものも一緒に頭に入れていく、理解をしていくと、すごく今話した内容っていうものが整理されて頭に残るんですよ。実際今言ったのは4つですよね。未成年者、成年非公権人、非補佐人、非補助人で4人ですよね。で、今、最国はこの人たち、制限行為能力者4人に対して、 えー、告した場合なんですけどもじゃあ法廷代理人に対して催、えー、告した場合どうなるのかこういったものも一緒に勉強できるそうすると一緒に関連ポイントを頭に入れることができるので非常に効率的じゃないですかこういった勉強をしていただきたいんですねそれができれば合格できるので是非調べながら行いましょうでその次今の話は理解しているかどうか理解できなかった場合は理解しましょうってう話なんですけれども ちゃんとこれ行動に移さないといけない。つまり調べなきゃいけないわけですよ。おそらく今話した内容って、お持ちの参考書とかの解説だったりとかには載ってないと思うんですよね。そうなってくると調べなきゃいけない。今話したのは民法の話なんで、民法の専門書を使いながら勉強していく。もしくは、弁護士さんとか法律事務所のサイトとかで調べながら勉強していくっていうのがいいと思います。まあ、それやんないとやっぱり理解ってなかなか難しいんで。 ぜひ行ってみてみくださいただ一方でじゃあ自分自身でじゃあそもそも何を理解しなきゃいけないのかわからないまたどれくらいの深さまで理解しないといけないのかわからないやっぱ深さもあるんですよ司法試験とか司法書試験とかそういうレベルの勉強まではしなくてもいいんですよねそこまでになってくるとやっぱりより深く理解しなきゃいけないんですけども、まあ、そこまでの深さって必要ないんですよその深さがわからない だったりとかまた何を理解したらいいのかわからないどこで調べたらいいのかわからないそういった方もいると思うんですねで、そういった方はぜひ今開講しているえ短期集中実力アップ講座ご検討いただければと思います短期講座には理解すべき部分が弊社の問題集の解説部分に載っているのでもうそれをそのまま頭に入れていただければ必然と理解学習ができるんですね また分からない部分あったら直接ご質問いただければ解説させていただきますまた質問回数も今回は無制限とさせていただきましたなんで分からない部分あったらいつでもお気軽にご質問いただけますなんで試験日までの残りの期間勉強法が確立していない今の勉強法で大丈夫か不安だというのであればぜひ短期講座ご検討いただければと思います短期講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますのでぜひそちらからご確認いただければと思います その他短期講座についてご質問ございましたら、直接メールしていただいてもいいですし、またこの動画の下の説明欄にお問い合わせページの URL 貼っておきますんで、そちらからお問い合わせいただいても大丈夫です。また今からであれば、あなたに今年合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう